ガチねや。でもなんか体ガタガタ震えてない？笑っとらんこれ。歯茎見えてるって。おい、めっちゃ笑っとるって。出てきた。本当に。おい、ふざけるな。俺嫁にキレられるって。バチ切れやね多分。いや、シャガさん廊下にチャーしちゃったっす。全然3でよかったなこれ。負けるねやったら。負けんかね確かにしてるって。これはスコアのやつですか？じゃああざーすーボトカさんあざーす通帳なんで俺だけだから通帳リスクおかしいって通帳の写真だけでもいいよだいたい5000万ぐらい通帳の写真だけってどういうこと額いくら入ってるかもう今言ういや言わない誰マジで誰負けた方が勝った方に通帳でもよかったうわ通帳の写真おもろかったな次それでやりますからいやでもやばい見られるのやばいってガチでグ次それでよかったそれでよかったな次それでやろう次それで次ガチでそれでやりますやばい見るのも怖い本気でやるか人生かけてるじゃないですかいやでもさいや正直これでリスクを冒して釈迦さんの通信を見れるやつは別にええかなって思ういやいやいや今まさに俺やろうぜとか言ってたのにさなんかちょっと俺引いたもんあれなんか俺がまずくねみたいなすげえなんだけど一番みんな見たいやつ一番入ってるっていやそんなないっていやちゃん見ていや時計も買ったし家も買ったし車も買ったって実家にやめろもうない買い物しとるやんもうないいやそれでもやっぱめっちゃあるんでしょ揺るがなさそういやだって俺ら買わないっすもんそれで通帳がすっからかんになるなら時計も車もいいやんってことは釈迦さんは全然余裕があるから余力があって5倍ぐらい入ってそうもしかしたら参加できんかもしれんけどなるね参加してくださいよ通帳カスタムやりてえな。絶対10人集まんねって。通帳カスタムですか。それでいいよっていう人が何人いんのよ。その覚悟がないとあれもんじゃない。ああ確かにな。あれも重すぎっすよ。お坊さんいたらおもろいやろな。いやお坊さん笑顔で来るってやめて。お坊の通帳見て。いやあいつガチないっすよ金。お坊の通帳の桁数でやりませんか。お坊の通帳の残高何桁か。ああかけする。これ俺5桁で。俺大穴の。大穴。中学生やって。一時期家なかったって言ってたしな。すげえニコニコでホームレスだったって言ってたもんな。自転車操業してるかもしれない。すごい生活してるかもしれないもしかしたら。あいつガチの腫れ物やからな。あいつこそガチの社会のガチの腫れ物。いないところでそこまでいくのか。社会のガチの腫れ物や。まあ次は通帳カスタムですよ。いや通帳カスタムじゃなくてお坊だけノリノリで参加すんだろうな。ほんまにクソあいつだけかかってるものが10日じゃないのズリーはなんか確かにね普通に負けても見せてきそうだもんあ勝っても見せてきそう俺のいいっすよとかいいっすよやばいっすこれ言わずに聞いたら見せてくれそう無敵の人や危なかった激ローやったほんま危なかったもうアセントん太陽寝てるらしいぞ。太陽さんめっちゃ寝てないですか。太陽寝てんの。太陽さん配信見たら電気消して超寝てるんですけど。おい太陽えぐいってあいつ。ガチ寝てるって。おいしかも太陽なんかもうスタッツの画面で寝てるやん。ガチねやん。ね、マジ真っ黒。頭とろけてきた。でもなんか体ガタガタ震えてない。笑っとらんこれ。ガチなんか今ちょっとガタガタって震えたそう。歯茎見えてるって。おい、ユフナの誘い待ちみたいなことしてるぞ、こいつ。腫れてんな。やめてくださいよ。おい、腫れてんな、マジで。いじり待ち、これ。笑ってるってめっちゃ笑っとるって寝てきた本当に寝てきたって猫になりておいしい同説ちらえぐりマジで眠いんで寝ますお疲れ様です。つらかった。頑張って笑いこらえてたのに。てか本当半分ぐらい寝そうだったら起きちゃって聞いてたら笑っちゃった。はい、お疲れ様です。はい、お疲れです。同説ちらえぐい。同説ちら。むくちらり。お、5000。マジやべえ。ああ、そうかそうかそうか。一人でクリップ見てます。反省会しないこれ。一人で楽しみやな。すみれがスタさんに何送るか。確かに。初対面だよね多分。これはハードル高いよ。山本さんから何もらうんだろう。笹さんから買わせる。全然初対面なんですよね。なんなんやろうな。いいやろな。買わせエアガン来そうやな、確かに。買わせはエアガンやな。エアガンが笹さんのやつが虫だったんで、マジ昆虫送られてくる可能性の2回。昆虫1回ゼータに送られたら困るやろ。いや、俺全然大丈夫なんで。え、ゼータクッション挟むん？ゼータクッション。挟みたい人挟んだらいいんじゃない？まあまあ、俺は太陽さん別に全然重視してても、まあ確かに、新しいですか？新しい絵になるかな、タイミング的に。ちょっとマジで押しかけますね。まあまあまあ、直で持ってく。何を本当に釈迦さんとこクッションにして、釈迦さんの家クッションにして、俺ら釈迦さんの家に取りに行こうかな。おい、ふざけるな。俺嫁にキレられるって絶対。いらんもんが送られてきて、昆虫送られてきて、絶対無理だね多分。バチ切れやね多分。ここに行くまでずっと世話しなかった。温度管理もお願いします。だるすぎる。直射日光 NG なんでみたいな。殺されるって俺。まあでも釈迦さんの家にはお坊さんと一緒に乗り込もうって決めてるんで。いやまあなんか、いやボドカさんいいけど、お坊さんちょっと怖いな。いやな。お坊なんて普通に廊下とかでうんこされそう。ねえ。やばいっすかみたいな。もう扱いが絵頭とかと一緒やん。お坊さん。うんこはそんな猫とか犬みたいなさ。どんなイメージ？お坊さんのこと人間じゃないと思ってるじゃないですか。動物だと思ってるじゃないですか。もう腫れ物とかに次元じゃない。いやー、釈迦さん廊下にチャーしちゃったっす。わあ、無理マジで。マジ無理。ミートチャーする。マジ無理。あるな、新居に呼びたくないのガチのハルモン感っていいな。マジで晴れてるな、呼べないの。なんか怖いねやっぱお坊さんは。ちょっともう靴下洗ってないやつの可能性高いですからね。ああ、洗濯間に合わなかったっすみたいな。お坊さんだってパンツ逆にして履くんすもん。ああやばいって。裏と表で1回ずつ、裏と表1回ずつ、究極の選択しなあかん時は。何も書いてない。まずいな。お坊さんでも人生楽しそうだもんな。あいつは楽しそうやね。すっごい楽しそう。お坊さんはもう頭の中で生きるか服属行くかしか考えてないから。そう。キングらしいですからね。いや今日行こうかなとか言ってずっと言ってる。いいとこ教えて。いや俺釈迦さんのくらい稼げたら毎日呼ぶっすね。って言ってたら無理なんだよ。って言ってたっすよ。なんなら朝と晩どっちも呼ぶっす。時計買う金額がたまらんやろな。釈迦さんと同じ額稼いだとしても、稼いだだけ出ていくやろな。そう。でもお坊さん、大阪旅行行った時にお坊さん占い師の人にみんなで占ってもらった時、あんたは稼げば稼ぐ分だけ使うから貯金はたまりませんって言われてた。めちゃめちゃ当たってるやん。めっちゃバレられて、めっちゃバレて。でもあんたは暖かくて周りに人がずっといるから多分大丈夫ってマジでそうじゃん。すげえ。大丈夫。あんたは大丈夫だよって絶対誰かに助けてもらいながらずっと生きていけるからって言って。そいつリスナー説はもう。おばあちゃんやったって。おばあちゃんやった。